こんにちは。今回はこちらですね、トヨタハイエースのたこ焼き屋さんですね。これが、たこ焼きというふうになるものなんですが、はい、こちらです。これもトミカ博で、買ってきたものですかね。たこ焼き仕様ということでね、なんともすとぼけたものができてましてね、ここにたこがね、書いてあります。たこ焼きのハイエースということでね、このワゴンタイプのね、移動販売車は珍しいかもしれないですね。昔はクイックデリバリー版とかね、ありました。あとはたこ焼きといえば、他にもスズキのキャリーの、昔ね、そういうのがあったりしましたけど、これでのたこ焼きってのはなかなか珍しいのではないかなというふうに思います。で、こういうふうにたこのね、こういうふうに錦乗っていて、なかなかこういう作り込みもね、こういうふうにボンネットの上にこう乗ってあるというのがなかなか面白い作り込みかなと思います。で、こういうふうにこれはなんていうのかな、シールではなくてこういうふうに描かれてるっていうのかな、そういうふうな感じでございますかね。で、こういうふうになってると、ワゴンですからね、タコを作れる器具なんかももちろん入っておりますし、仕事に使ったらすぐにね、営業ができると。で、営業が終わったら、こういうワゴンですぐに、運びできると。ね、すぐに片付くと。非常に便利ですね。そういうためにこうワゴンを使ってるっていうのは非常に便利ではないかなと、思うんですが、なかなかいいなという感じですね。こういうのが、貴重になってくるんですよね。発売された時期はそれほどではないんですけども、それほどとは思うかもしれないんですが、こういうものってのは一定期間で、しかも販売期間がすごく短いので、もう1年も経たない、わずか、もう数ヶ月どころじゃなくて、もう数日しか販売されてないので、もうその数日が過ぎてしまったらもう売られてないので、こういったものはそういう面で非常に価値が高くなるんですね。ですから、トミカというのは所有するだけで価値がつくということなので、非常にお手頃ですし、納車するのにそんなに困るものでもないので、なかなかそういうところがね、いいかなというところに、思いますけども、どうでございましょうかね。こういうふうに納車してみるとなかなかね、いいかもしれませんね。というわけで、本日はどうもありがとうございました。